お疲れ様です。この、この動画に映ってる、この緑色の野菜ですけど、これは小松菜の一種なんですけど、これはね、普段観葉植物とかの鉢物の底に敷く鉢底のお皿に、野菜の種をまいて、それで育つ、ちゃんとに育つかどうかっていう実験をしているところです。で、まあ毎年僕はこういうことをやってるんですけど、今年はね、液肥をね、あげたり しなかったので、ちょっと小さいですね。ちょっと小さめに育っています。液肥っていうのは自分で混合してね、作ればいいものができるんですけど、いいものを液肥がね、見つかるんですけどね、いろいろね、試してみるといいと思います。液肥っていうのは窒素の具合とかね、植物に向いたもの、その混ぜ方によってね、本当にうまくね、育ったり失敗したり、その過程が面白いんじゃないかなって思うんですね。こういうものでも野菜はできますよっていうことをね、証明したくて毎年やっています。今年はね、僕は果樹の畑の方に力を注いでるので手が回らないんだけど、まあ今年の状況として動画に収めておこうかなと思いました。言葉が下手ですみません。ちゃんとにね、毎日芽を通したりして、肥料の具合とかもね、で水のあげる具合も目で見て調整して水をあげたりしますと、通常だとね、全然もう違います。竹がね、25センチくらいね、伸びたりしてね、ほんで柔らかく仕上がるんですよね。水やりしなかったから、こういったやつはしなびてます。これは良くない状況です。はい。でこういうのはもうね、適当に摘んで食べれますからね。言い忘れたんだけど、ここにある、小松菜の一種のものはね、種まきの時期は12月入ってからでした。書いて刺しておかなかったら忘れちゃいましたけど、12月10日前後だったと思います。まあ、寒さに強いので、外が凍っても、ゆっくりこうやって育つっていうことを見せたいなと思って、やって載せてみました。とりあえず以上です。どうもお疲れ様です。